慶応大学病院にて経過無痛分娩の予定がいろいろあって緊急帝王切開で出産したレポをお送りします。入院前に詳細を知りたくてググったのですが、意外に記事にしている人が少なくてもっと知りたいなと思ったので、これからお産を控えている方の参考になればいいなと思います。 1. 施設紹介。 2. 入院食と入院生活の流れ全般。 3. 持っていった方が良いもの、持っていかなくて良かったもの。 4. 慶応からの贈り物の順番でお送りします。次回後編では、無痛分娩の予定が緊急帝王切開になった女の小話をお送りします。普段は旅とか猫の動画を主にアップしてます。今回はちょっと異例な動画になるのですが、情報シェアできればなと思います。ぜひ最後までご覧になってください。1. 施設紹介。まずはこの入院したお部屋から紹介していきます。私が泊まったのはこちらの大部屋、4人部屋です。1泊8,800円。私はこの奥のスペースでした。窓際がね、絶対良くて、入院手続きをする際に窓際がいいですっていう希望は出せるんですよ。で、一応備考欄にコメント書いてくれるらしいんですけど、その希望が通るとはもちろん限らない。当日までわからないんです。前日にちゃんとお電話いただいて、例えば個室が希望なのに個室の空きがないっていう場合は、あくまでは大部屋になりますとか、逆のパターンもしっかり、そういったご連絡は前日までにいただけるんですけど、窓際かどうかっていうのはその当日にならないとわからないんですよ。私、閉塞された空間って本当に苦手だから、本当に良かった。で、夜の様子を見ていただくとわかるんですけど、このちょっと左側の方明るいですよね。なんかね、廊下の方はちょっと常に明かりがついてるんですよね。で、看護師さんとか先生が夜中に出入りする場合ももちろんあるので、4人のうち誰かのところに行くんだけど、毎回同じ入り口から入ってくるから、廊下側の人は結構気になるかもしれない。廊下側じゃなくても気になるから。で、基本的には皆さん空間をカーテンに仕切っていて、なんかこう中でピチャクチャおしゃべりするっていう感じはなかったです。もうほんと自分の空間に静かにいるっていうような感じ。いろいろ気になっちゃうっていう方はどうしても個室にってなっちゃうと思うんですけど、個室がね、大部屋のなんと6倍もするんですよ。56,100円、もう高すぎるね。え、そんなお金あるんだったら海外行きたいとか思っちゃって。なんか夫は一応ストレスとかの方が大変だろうから別にいいよって言ってくれたんですけど、いやいやいや、私が無理。そんな、もう貧乏症の私がそんなところにお金使えるわけがないので、もうタクシーだって乗れないんだから、私もう高いって思っちゃって、だからね、もうここで頑張りました。そしてこちらがラウンジです。今は外部の人の制限は一時期よりは緩和されていますが、基本は入っちゃダメなので、入院する時、産科の人は特に荷物が多いから、荷物持ちとして夫はここまで入れます。あとは私、出産前日に一度救急で見てもらってるので、その時は夫はこの辺りで待ってたみたいです。基本は部外者は入れません。多分コロナ前は親戚とかお友達とかお見舞いの人はここまで入れたのかなって思います。自販機は現金のほかパスモとかスイカが使えます。結構いろいろラインナップ揃ってたので、お水とかちょっとしたものはここで全部買えます。あとテレビカードがこちらで売っていて、テレビ見る方最近少ないと思うのですが、コインランドリーを使う方はこれが必要なので500円分購入してください。シャワー室はこちらで、洗面台もあってドライヤーも完備。結構広いんですよ。スポーツジムくらいの大きさかなと思ったけど、意外にこうちゃんと座れる台もありました。やっぱりね、産んだ方とかヨロヨロしちゃうと危ないから、きっとこういった台付きになってるんでしょうね。予約制になってます。で、鍵も閉まって、でとにかくね、ドライヤーが乾きが遅くて、で事前に私それなんか情報キャッチしてたので、ドライヤー持っていこうと思ったんですけど、やっぱ荷物になるからやめたんですよね。どうしても気になる方は紙質とかもちょっとガビガビになっちゃうから持って行ってもいいかも。2. 入院食と入院生活。出産当日、点滴です。とにかく飲食禁止。喉の渇きが尋常じゃないの。もう翌朝の6時のドリンク開放まで心を殺してひたすら寝ました。
術後は寝たきりで、血栓症予防のマッサージ機みたいなのがふくらはぎにつけられるんだけど、これだけが気持ちよかった。出産翌日朝6時、やっとドリンク解放、アクエリ一気飲みしました。お昼なしです。好きなタイミングでドリンクは飲んで OK。 14時車椅子を押してもらって、我が子初抱きです。産んだ以来初めて会った。そして15時、おしっこの管が取れる、看護師さんとトイレトレーニングです。もうナースコール毎回呼ばないとトイレ行っちゃダメっていう感じ。17時、やっと食事解放です。昆布がゆだけど食べられないよりはいいよね。スドリとバンサンス、これ読めなかった、3種類の細切りにした和え物だって。あとブロッコリーのホタテ風味あん、そしてデザート。就寝、寝れないのよ。もう1時間おきにトイレ行きたくなっちゃって、もう毎回毎回看護師さん呼ばなきゃいけないから、もうなんか周りの人に迷惑じゃないかが気になりすぎちゃって、逆にストレスでした。全然眠れないまま朝食パンだったの。産後2日目の朝まではおかゆって聞いてたんだけど、パンはいいみたい。ラッキー。焼きたてパンって献立には書いてあるけども、一応温かかったです。焼いてるのかな、病院でディルを乗せる一手間まで、こういうことするんだよね慶応。ごちそうさまでした。9時、背中の麻酔が取れたよ。この首からね、黄色いのずっとぶら下げてて、あの黄色の中に麻酔が入ってるんだけど、それが取れたからちょっとお散歩してみました。12時、初授乳。ここから3時間ごとに授乳とかおむつ替えがスタートします。いろいろ教えてくれるので、病院にいる間にいろいろ吸収しようと思って頑張りました。授乳が始まるとお昼の時間だけかぶっちゃうので、12時に授乳行って戻ってから声かけてお昼いただきます。この日はシーフードカレーでした。ひじきがめっちゃいっぱいだった。これをかけていただくって私やってるけど、この説明いらなくない？ごちそうさまでした。ちょっとね、お米多すぎる。ちなみに献立表は廊下に貼ってあります。15時授乳。結構忙しいの、やること多い。そして新生児室が遠いんですよ、意外に。17時夜ご飯。なんかね、朝食っぽい夜ご飯でした。鮭とか豆苗の和え物、こうや、あ、なんかね、お菓子とかついてくるの。フルーツがあるのにお菓子も、こういう人参の型取りがしてあったり、ふきも美味しいから好き。お米が毎回多すぎる。雪の宿はちょっとさすがに残しちゃいました。あの授乳の後とかにいただきます。18時と21時に授乳行って、深夜に就寝と思ったけど、すぐ目覚めちゃった。なんか私、あの便秘って全然なったことなくて、すっごい産後の便秘に悩まされて、傷が痛いのか、なんかお腹が痛いのか分かんない感じで、もう起きちゃってた。ずっともう辛い。産後3日目も6時の授乳から始まります。8時朝ごはん、もう起きちゃってた。結局6時に授乳行って、その後朝ごはんです。焼きたてパン嬉しいよね。あとスパニッシュオムレツ、なんかこのソースもおしゃれにスプーンでヒュッてやってるしさ、なんかいい感じ。そしてこのなんかドレッシングまた別添えで、なかなか美味しかったです。ごちそうさまでした。9時にまた授乳行って、11時シャワー解禁。やったです。3日ぶり、やっとさっぱりできる。もうお腹切った翌日の歩行訓練の時とかはもう痛すぎて、こんなに歩けないのにシャワーとか、もう3日後のシャワー無理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 、いやもう入院中入らなくていいですとか思ってたんだけど、もうこの頃になると結構もう歩けちゃうんですね。もうほんと普通にありがたかったシャワー、さっぱり。ちょっと遅めのお昼、なんとお昼が天ぷらだったの。すごい贅沢と思っちゃった。抹茶塩でいただいて、でこれ天つゆまでついてるのと思ったら、これ赤だしでした。献立表の記載の通りここに書いたんですけど、なんか
漢字使いたがるよね。ささみとかひらがなでよくないと思っちゃった。そしてメロン2種だったの。私メロン大好き。赤肉の方が甘くて好きだから青肉から食べたら赤肉硬かった。ごちそうさまでした。ご飯はやっぱりちょっと多い。実際授乳するまで気づかなかったんだけどさ、3時間おきだと思ってたけど、3時間ごとに約1時間は授乳するから実質2時間ごとなのね。すごい忙しい。17時夜ご飯。この日の献立ってすごい良かったの。なんとビーフシチュー、ちゃんとホロホロ肉だった。チョップドサラダはドレッシングがフレンチドレッシングがついて、ってさ、このドレッシングのためにこんなちっちゃい器用意してくれて洗うの大変だよね。インゲンのね、なんかソテーがすごい量だった。あとケーキがついてるのに黒棒っていうのが謎のカルシウムの棒が、こんなに食べられないよ。ご飯は食べきったんですけど黒棒は残しちゃいました。何かの時に授乳の後お腹空いたりしたらおやつでいただこうと思います。この雪の宿もね、まだ残ってるのそんなに食べられない、正直。外こんな感じ。18時21時授乳。9時には消灯なんですけど、一応9時から10時も授乳があるからそれ行って、その後も寝られない。なんかもうトイレがすごく近くなっちゃって、産後直後に全然体重減らなかった原因のむくみが今になって取れてきている様子。夜中何回も物音立てないようにひっそりトイレ行くのがもうすごいストレス。産後4日目。この日から自立授乳にしました。自立授乳っていうのは今までの病院が決めた3時間ごとに授乳行くのとは違って、実際に赤ちゃんが欲しがった時にあげに行くっていうやり方です。入院中くらいは寝ておきたいっていう方は夜中はパスしてお任せするっていうこともできるし、自立授乳自体を体験したくない、もうどうせ退院したらやるしみたいな方ももちろん OK です。私は入院中むしろ寝れなかったので、私の物音が同室の方の妨げになっていないかとかも気になりすぎちゃって、どうせ寝れないなら動くと思って夜もあげに行ってました。しかも自立授乳だと看護師さんが毎回呼びに来てくれるの。呼ばれて動くなら物音立っても仕方ないよねっていう、なんか正当化したいもうよっぽどストレスだったんだろうね。もうそっちのが楽だった。私は8時朝ごはん。今日も焼きたてパン3種です。バターをつけて食べるのにハマってました。コーンビーフポテトだって。ちょっと私コーンビーフあんまり。あとミルクと紅茶とコンソメスープ、もうドリンク多くない？あとさ、全体的に穀物多いよね。ごちそうさまでした。10時自立授乳。12時お昼ご飯。なんか子が意外に寝てくれて普通に12時にお昼食べられました。チキンイタリアンカツレツ、カポナータ、カリフラワーのベルーテ、とろりとしたスープっていう意味みたいです。あとなんかリーフサラダとか、なんかイタリアンなのかフレンチなのかよくわかんない感じで、ベルーテはフレンチのソースのことなんだって。ごちそうさまでした。14時と16時も自立授乳。17時夜ご飯。今日は五目炊き込みご飯ですごい嬉しかったんだけど、なんかお米がメインっていうくらいおかずが少なかった気がします。メバルの煮付け、また漢字使ってる。メバルってカタカナの方が良くない？この枝豆豆腐がねデザートかと思ったら豆腐だった。ちょっとバナナまでは多いかな、いただいたけど。ごちそうさまでした。ここから初の夜中の授乳。夜中の授乳はこの日私しかやってなかったんだけど、逆におごそかな時間がお子と過ごせてやってよかったです。産後5日目。6時頃退院に向けての採尿や採血があって、7時半に自立授乳。8時朝ごはん。今日はなんか朝マックみたいなイングリッシュマフィンサンドとポテトチーズ、生野菜サラダ、人参のポタージュ、そしてミルクと
紅茶、さっぱりと青じそドレッシングで、こんな感じでした。中身がね、開いたらちょっと微妙に違うの。あれ違うと思って、もう一回開いちゃった。あ、なんか紫オニオンが、同じか。朝マーク、ごちそうさまでした。8時半退院に向けての診察、9時自立授乳、10時からはお勉強。教本がありまして、これをもとにいろいろ教えてくれるの。12時お昼ご飯、姫鯛の塩焼き、炊き合わせ、汁物、すまし汁って読むんだって。清い汁って書いて、また難しい漢字使って、もう慶応の悪いとこ出てるよ、そういうとこ。またメロンが2種出てね、前回赤肉の方が硬かったから今回先に赤肉食べたの。そしたらやっぱり青肉後半だと甘みが分かんなくなっちゃった。もうトラップだらけ、もう人生トラップだらけ。13時半と16時に自立授乳をして、17時夕飯。帝王切開だと何もなければ産後6日で退院なんですが、この日は退院の前日、なんとお祝い膳ってなかなか来ない。なんかね、私窓を見ながら食べたいなと思ってしっかり準備してたの。慶応病院の11階にレストランザパークっていうレストランがあるんですけど、そこから持ってきてくれてるみたい。帝国ホテルのシェフが作ってるレストランなんだって。見てこれ、このなんか特別なテーブルにコース料理みたいのが乗っていただけるんですよ。はじめさ、お祝い膳って出産した翌日じゃないのって思ったんですけど、出産方法によっては食べられない人もいるじゃないですか。あと妊娠後期でもつわりがあったりとか、あと私逆流性食道炎みたいな、なんかそれにも悩まされてたし、結構いろいろ匂いとかもまだダメだったから、やっぱりね、それを経ての出産なので、そんなすぐには食べられないから、この数日空いてからの退院前日のお祝い膳っていうのがすごいありがたかったです。こんな状態のところで食べてたの。柔らかいのお肉ちゃんと、スイーツがなんか嬉しかった。結構量ありますよね。でもこうやってさ、ちゃんとキウイとかさ、バナナは私そんなにいらないんだよな。バナナってお腹いっぱいになっちゃわない？でもなんか腕がブリュレになってて、あの後ろのシュっていうのもチョコのソースね。でこうやってチャービルとか乗せてさ、このキウイの飾り切りもして、あの羽フランボワーズかなんかで羽描いてる。ありがとうございます。こんなにいろいろこのミントも乗せていただいて、美味しくいただきました。18時、すぐに呼ばれちゃった。もうご飯急いで食べてよかった。今10時20分、今日は夜中の授乳はお願いしたので、昨日も夜中もやってみたんだけど、今日はもう明日退院ということでゆっくり眠っておいて、よし帰ろうと。夫に電話しようと。疲れた。産後6日目、退院日です。私晴れ女なのにおかしいなと思ったらね、私が退院した時間はめっちゃ晴れてた。久しぶりにまとまった睡眠が取れました。目覚めた瞬間、むくみで足がつりそうとか、むくみすぎて手の骨が痛い、曲げられないっていうのを久々に体感。そして6時に授乳、もう最終日なので自立授乳っていうか臨機応変にっていう感じでやってました。8時朝ごはん、最終日の献立がね、更新されてて見逃しちゃったんだけど、多分焼きたてパン、ジャム&バター、ソーセージ&ハム&ザワークラウト、生野菜サラダにミルクっていう感じだと思います。最後はね、気持ち悪い漢字使う余地もなかったと思う、慶応も。ごちそうさまでした。9時授乳、その流れで小児科の先生からお子さん退院しても OK ですっていうお話をいただき、10時沐浴指導、実際に自分の子供をお風呂に入れます。この時期出産する人がすごく多かったみたいで、スケジューリングの都合で私は退院日に沐浴指導っていう形になりました。
退院日はお昼が出なくて13時までにお部屋を開けなければなりません。バタバタしつつも無事に退院。あると便利なものとなくて良かったもの。まずこのチビバッグはやっぱりもうすごい便利。どこ行くにもトイレ行くにも授乳行くにも何かしら持っていかなきゃいけないから。あと S 字フックね。延長コードはどこに行くにもデフォで必須。角質ケアもできるトナーパッド、これはすごい良かった。寝たきりで顔が洗えない時とかにすごい活躍。大判の体拭きみたいなのはいただけるんだけど、それだとちょっと雑すぎるからこういうのがあるといいです。あと化粧水は好きなの持ってってください。そういうのはさすがについてない。お風呂セットは個室以外ないので、シャンプー、トリートメント、ボディーソープなどは必須です。体を洗うタオルはタモリさん曰く手で十分っていうことなので、タモリ派は必要ないです。私は持ってきました。バスタオルやパジャマは有料でレンタルできます。私は持参してます。バスタオルはかさばるのでカピカピの旅仕様のやつ。あとメイク道具、慶応は出産時メイクをしちゃダメなんですが、だったらいらないじゃんって思いそうなんですけども、退院時に子供と一緒にちょっとでも写真撮っておきたいとかって思うんであればやっぱり持ってた方がいい。それに加えてセレモニードレス、友人から聞くまで何それって存在すら知らなかったんですが、退院する時に子供に着せる服、やっぱね持ってくと可愛い。あと持っていけばよかったものなんだけど、マッサージ機、もう何でもいいから持っていけばよかったな。音がするのはちょっと大部屋だと良くないので、まあなんか手動でも何でもいいから、もう本当にむくみがえぐかったの。あとは入院に必要な物品に細かく書かれているので、それを持っていけば OK。 病院でいただける産後用セットも結構充実してました。骨盤ベルトもいただけるのがすごい良かった。あとリップは絶対持っていった方がいい。慶応の教本にはもうリップも分娩室まで持っていくリストの中に書いてありました。持っていかなくてよかったかなって思ったやつ、第3位、顔のパック。これやると思ったんですよ。結構入院中時間もあるかなと思って、ちょっとは美容に気を使いたいって思ったんですけど、結局なんかもう忙しいしバタバタしてたしね、なんかもうこの動画撮った時に1回くらいやるかと思って1枚だけやりました。第2位、めちゃめちゃ柔らかい高級トイレットペーパー。慶応のトイレットペーパーってめっちゃ硬いので、経膣分娩した場合めちゃめちゃ痛いっていう記事を読んだので、あ、家にめっちゃいいトイレットペーパーあるじゃんと思って持って行ったけど、結局経膣分娩じゃなかったから使わなかった。硬いやつでも全然平気だった。お友達とかできたらあげたかったんだけど、そういうのもできず持ち帰りました。第1位、ぶっちぎりで枕です。いや、めちゃめちゃかさばる。見てこのでかさ。なんでいらなかったかというと、帝王切開になると頭高くしちゃいけないんだって。あと冷やさなきゃいけない、熱出ちゃうからっていうので、アイスノンが提供されたの。本気で必要なかった。もちろん慶応も枕用意してるんですけど、私ね、もうインドでもどこでも安宿でもどんな枕でも寝られるタイプだと思ってたんだけど、慶応の枕だけはダメだったの。以前入院したことがあって、その時ね、なんかほんと何あれ、ビーズみたいな、そば柄みたいな、もう謎の枕で、で今回持って行ったんですけど、本当に意味なかった。病院から出産祝いをいただきました。なんかね、すごい立派な、なんとミキハウスのいろいろでした。わーすごーい。いや、とっても嬉しいんだけどさ、でかい。もうお家に送ってくれちなみにこの他にもミキハウスさんから写真立てがいただけるみたいです。そちらは紙ペラ1枚いただいて、 QR コードから必要事項を登録してお申し込みいただいて、約6から7週間で発送になるって書いてある。まだね、申し込んでないんだけど多分子供の名前を刻んでくれるのかな。なんか立派な感じのらしいです。その紙なくしちゃうともうアウトらしいので、もう入院中に頼んじゃうのがいいのかもね。私まだその時名前決まってなかったので写真撮っといた。
や、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。送ってくれ。すぐに産後ケアホテルに行こうとしてたけど、もうとりあえず一旦お家に帰りたいってなっちゃった。猫に会いたい、お家のトイレに入りたいし、物音立てるの気にして生活したくない、あと存分に洗濯できる環境に身を置きたいって思っちゃった。産後ケアホテルは結構いいところに区の助成ありで安く行けるようなので、また産後ケアホテルレポ取れたらなと思います。ここまでご覧になってくださってありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。